ゆっくりドラム講座。ダム回しいろいろ基礎練習。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から神バブラーまで歓迎しているでおなじみの、ドラム教室スクルド講師のレイです。今日はダム回しと RLK とクロスオーバーを混ぜ合わせた基礎練習を伝授します。こういうのです。叩きます。譜面です。スネアからフロアタムのタム回し、フロアタムからスネアの逆タム回しを混ぜ合わせたよくあるやつです。フロアタムからスネアへの逆タム回しを使う場面なんて日常生活ではありませんが、できるとなんかかっこいいですからね。音楽においてかっこいいは大事なのでぜひ覚えましょう。ゆっくり叩きます。ここまではよくあるやつですが、大事なのはここからですね。RLK。手と足のコンビネーションを盛大に使っています。しかもバスドラから始まっているのでちょっと難しいですが、基本的には RLK です。まずはバスドラ、次はフロア、フロア、バスドラ、次はロータム、ロータム、バスドラ、上まで行ったらまた降りていきます。ロータム、ロータム、バスドラ、フロア、フロア、バスドラ。これで1小節、2小節目はクロスオーバーです。手を交差して無理やり叩きます。ハイハット、フロア、フロア、ハイハット。バスドラ、フロア、ハイハット、バスドラ。これの繰り返しです。ゆっくり叩きます。慣れてきたら全部つなげます。ゆっくり叩きます。ものすごく基本的なゴスペルチョップスって感じの基礎練習ですね。難しいって思うかもしれませんが、これから先、こういうのも当たり前になってくると思います。昔はツーバスなんて神の技術って感じでしたが今やみんなやってます。なので今のうちから慣れておくと得ですね。テンポを上げて叩きます。簡単でしょう。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。大体リストは説明欄に載っていました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに。今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の希望になります。またお別れです。ねえ、簡単でしょう。